オンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセプレゼンツアラカフェットへようこそ。皆さんこんにちは、アンサンブル講師の響です。10月になり2022年も終わりが見えてくる頃ですが、いかがお過ごしでしょうか。僕はというと、もう少しで1歳になる子供を保育園に行かせているのですが、そのお迎えで毎晩家との間を往復する以外ではほとんど外に出ない生活を送っています。外出を控えているというより、平日は家でオンラインレッスンをしていることが多いので、必然的にそうなってしまうのですね。そんな僕にとって夕方のお迎えはちょっとした散歩の機会にもなっています。先日、いつものようにお迎えに行った帰り道、赤子を抱っこしながら歩いていると、母親が小さい男の子の手を取って、前の方をゆっくり歩いているのが見えます。お母さんはブロンドで背も高く、東京とはいえ都心からは離れたこの辺りでは珍しい、いかにも西洋風のいでたちです。なんとなくの身なりや背格好からフランス人かなと思いながら後ろから追い抜こうとすると、お母さんが子供に向かってこう声をかけるのが聞こえました。Il y a beaucoup de pierres. たくさん石があるね。近所を歩いていてフランス語を聞くことなどほとんどないので、僕はびっくりしてしまい、思わず立ち止まりました。急に立ち止まって何も言わないのもかえって怪しいので、振り返って、Bonjour と声をかけると、あちらもびっくりした様子で、Bonjour と返してくれました。その後は帰る方向が一緒だったので少しだけ一緒に歩き、お互いの名前や子供の名前を教え合って、Au revoir, à bientôt と言って別れました。結局その男の子は僕の子供と同じ保育園に通っていることがわかり、最初に会った日の2週間後、保育園に向かう道の途中でまたお母さんとすれ違いました。Bonjour と挨拶をすると少し立ち話になり、今度は僕は一人だったのですが、なんと僕の名前を覚えてくれていたのです。響きという名前はフランス人にとって決して覚えやすい名前ではないので感心していると、C'était facile parce que mon fils a un ami qui s'appelle 響きと言われ納得しました。彼女のお子さんのクラスにも響きくんがいたから簡単に覚えられたということですね。名前を覚えてくれていたことに感謝し、僕もお迎えに行かないといけないので、と言ってその場を後にしました。さて、本日のアラカフェットは2部構成でお届けします。第1部は僕、響きがお届けするフランス語レッスンです。会話ですぐに使える短く簡単で覚えやすいフランス語の表現をご紹介します。そして第2部は9月に開講したオンラインフランス語グループレッスンについてご紹介します。それでは早速今日のレッスンを始めましょう。外国語を勉強するときに挨拶は基本ですよね。 Bonjour、 こんにちは。 Au revoir、 さようならなどの表現は文法や発音について細かく勉強する前でも多くの人が知っていると思います。少し表現の幅が増えると、例えば Au revoir の代わりに À bientôt と言ったり、ボンジョーネ、良い一日を、ボンウィーケンド、良い週末をといった表現も使えることを学びます。ですが、会話の途中でいきなりさようならというわけにはいきません。別れの挨拶を言うにはまず、話をどこかで中断させなければなりませんね。相手の方から切り出してくれれば問題ないですが、自分の方が急いでいる時には待ってはいられません。ということで今日は、会話の最中に自分から話を遮り、別れの挨拶に持っていくために使える表現をご紹介したいと思います。まず最初に使えるのが、Je dois y aller。Je dois y aller という表現です。aller という動詞を使っていることからもわかる通り、行かなきゃという意味ですね。中性代名詞の y は通常、そこへという意味になりますが、漠然とここではないどこか、次に行く場所を表しているだけで、具体的な場所を指しているわけではありません。
また、devoir の代わりに、il faut を用いた、il faut que j'y aille、il faut que j'y aille という表現もよく使います。aille は先ほどの動詞、aller の接続法なので、ほとんど同じ意味ですね。il faut que の後なので接続法になっていますが、この表現はそのまま覚えてしまってもいいでしょう。他にも、もう時間だという意味の c'est l'heure、c'est déjà l'heure という言い方も使えそうです。以上の表現と組み合わせて、動詞 laisser を使った je vous laisse、je te laisse という言い方も知っておくといいかもしれません。文字通りの意味では、私はあなたを、私は君を置いていくですが、これもその場を去るときによく使う表現です。最後にこれらの表現のさらに前に使えるつなぎ言葉も知っておきたいですね。いろいろ候補はありそうですが、それではという意味の alors や en fait という言い方を覚えておくと良いでしょう。ここまでご紹介した表現を組み合わせることで、例えばこんな風に自然に別れの挨拶につなげることができます。Alors, je dois y aller. Je vous souhaite une bonne journée. Alors, je dois y aller. Je vous souhaite une bonne journée. En fait, il faut que j'y aille. À la prochaine fois. En fait, il faut que j'y aille. À la prochaine fois. C'est déjà l'heure, donc je vous laisse. Au revoir. C'est...déjà l'heure, donc je vous laisse. Au revoir. いかがでしたか？今回のように知っておくと役に立つフランス語の一言は、アンサンブルで配信しているメールマガジン、無料メールレッスンでたくさん紹介されています。ご興味がある方はぜひ、アンサンブルアンフランセのホームページから無料メールレッスンにご登録くださいね。それではまた、アビアント。アラカフェットは日本最大のオンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセがお送りしています。続きまして番組の第2部はアンサンブルスタッフのよしこがお届けします。今回は9月1日にスタートした定額受講し放題オンラインフランス語グループレッスンについてご紹介します。フランス語を上達させるには、苦手分野を作らないように、総合的なレベルアップが秘訣です。そこで、文法、会話、発音、ディクテ、読解とフランス語学習を網羅できる盛りだくさんのカリキュラムをご用意しています。担当講師は当校の YouTube でもおなじみのジョゼフ先生、レミー先生、バネッサ先生、ヤスコ先生、そしてニコ先生です。今後も担当講師は増えます。どうぞお楽しみに。フランス語の勉強はスポーツと同じで、毎日続けることで力がつきます。気軽に参加ができ、参加できない日でもレッスンを録画したビデオも視聴することができるので、隙間時間をフル活用して勉強することができます。フランス語の学習が楽しくて仕方がない。日々上達していると実感できる。いつもモチベーションを高く保つことができる。そんな特別な空間で、ぜひフランス語漬けになってレベルを上げて楽しいフランス語ライフを送ってください。無料お試し期間がありますので、ぜひ体験されてみてくださいね。詳しくは www.frenchgroup.com でご確認ください。さて、本日のアラカフェットはいかがでしたでしょうか。この番組は
毎週金曜日をめどにお届けしています。確実にお届けするための方法として、 iTunes やポッドキャストのアプリの購読ボタンを押せば自動的に配信されますので、ぜひ購読するのボタンを押してください。また番組では皆様からのご感想やフランス語学習に関するご質問をお待ちしております。アンサンブルアンフランセで検索していただき、お問い合わせからお送りください。番組内でご紹介させていただきます。そしてこの放送を聞いてくださったあなたに素敵なプレゼントがあります。アンサンブルアンフランセお問い合わせ宛てに、お名前アラカベットを聞きましたと明記して送ってください。フランス語学習に役立つ特別なビデオ講座をプレゼントします。たくさんのご応募をお待ちしております。それでは次回の配信でお会いしましょう。素敵な週末をお過ごしください。